どうもこんにちは、ハヤトです。ポケモン対戦カジュアルバトルやっていきます。本日4月5日4月5日金曜日でございます。レギュレーション G の情報が解禁されて、来月5月からゴールデンウィークとともに、初夏の訪れとともに、伝説環境がねまた始まるということが、ポケットモンスター公式の方から発表されました。僕はコライドンが最強だと信じております。そんなコライドン使いの一人として、一端としてね、コライドンパーティーを最初に発表したいと思っております。今回使っていくパーティーは、スカーフコライドンにテラテラスのメガネハバカミで、なんだかんだ多いんじゃないかと思っている海洋画を対策としてオーガポンを連れてきました。そして、伝説環境になるとどうしても受けてくるポケモンが多いのではないかと思い、渦海流を採用しております。そしてエースですね、トライドンと並ぶ特殊エース、脱出パックを持たせたES 1サイクル目は基本的にトンボ返り流星群みたいな動きをしつつ、晴れターン中にアバカミとかうねる水面で回していこう、まだやっつけていこうってわけです。この専用技のハイドロスチームっていうのが、水技は普段晴れ下だと火力が半分になるところ、なんとこの技は下がらずに 1.5 倍になります。最強わかるね、もうこの強さ。雨下でも 1.5 倍、晴れ下でも 1.5 倍、こんな気持ちわかるでしょ。そしてラスト1、ヒードランでございます。彼も竜王戦のね、予選の時に使ったヒードランでございます。突撃直撃ヒードラン、やってみようか。ただ正直カジュアルバトルなんで、相手も同じようなパーティーで来てくれるかっていうとそういうわけじゃないんで、まあざっくりとね、どんな動かし方をして、ここのところ足りないんじゃないかなみたいなものを自分でも再確認できるような、まあ、練習会のようなイメージでやっていきたいと思います。それでは試合の方へ、レッツラゴン。対戦相手の方が見つかりました。お相手モーさん、よろしくお願いします。お相手のポケモンはコータスハバカミコライドン、コータスハバカミウガツホムラ、ガチグマ海流イライトでございやす。よろしくお願いします。コータスステロアクビしてくるわけだろ。ステロアクビされたくない。コライドンだろ。コライドンから入って、ブネルみんなも投げていきましょう。あ、ブネル、確定じゃねえよ。これは、そのままでいいちゃうかい？ちゃうかいの。はい、のピンチ、はばかみ。やりたいこと全部、やったもん勝ち。青春なら。さあ、それでは、モッタン。対戦よろしくお願いします。さあ、お相手の初手は海流、いつでもどこでも君は強い、だって君は強いのさ。おば、スキリンを打っていっていいと思いますか？僕はダメだと思います。スカーフトンボ。テラスキル、トンボ無双はない。鏡テラスとかだろうな、まあ、本当には。そうだよね。鏡テラスをして、ドラゴン技を押すのかな？鏡テラス切ることは、ドラゴン技は考えてないよ。ハバカミちょっと怖いけど、まあ相手はないだろう。
で S を上げていきます。 OK 出していく。テラファースト打っていいのかな。おっぱい流にテラファースト打ち出さない。みんなどう思う。こんな時のステラバーストや。投擲超高火力でメガネステラバースト。ピンポーン。ナイストンボ。いやー、一応いいね。これがしたかったんよ。これでトンボテラで2ターンか。あと3ターン、あと3回できる。おーおーおお、彼を生かしに来たな貴様。承知しました、承知しました。この炎技だろお前。一旦ここ炎技やろ。4分の1で受けてみせよう。このスチーミングフライ、これでチームは決まる。2本バレで C を上げていく。大踏みで切って確かあれだよな、こだわりになるやつだな。フォア馬ブレル流星群もうやりたいことできてるで、ただかお客さんで C が2段階下がります。いやー気持ちいい、これ全部やりたいことできてる。もう生かしきってるじゃん。スパックで戻っていく。まあ相手ね、電車ツイルパーティーじゃないからね。同じ条件ではないけれども。そして、メガネカント。これがスイッチ。墓参りか。痛いと、ちょっと怪しいね。ない時でこっちがスカーフだったとしてもこっちが早いんで、まだ晴れだもん。じゃあシャドーボール打ちまーす。あ、好きか。 OK、 それではモッタ対戦ありがとうございました。ハヤトチャンネル対戦相手の方が見つかりました。お相手キーさん、対戦よろしくお願いします。お相手のポケモンはアシレーヌチャンデラ、メテノオニゴリヒドイでエルレイド。やっていきましょう。ホライドン絶対選出。ホライドンでハレを作って同じことをしていっていいんじゃないですか。どうなんですか。羽ばたく神、ちっこやろこれ。身代わりされた場合ちょっと厄介なので、身がまも結構してくるな。キンデラの晴れをタダでなくしちゃうのも美味しくない。本はフリドラが罰抜群で入っちゃうからね。ないよ。フリドラ、大技欲しくなるなぁ、やっぱり。素直に行きます。さあ、それでは、キーさん、対戦よろしくお願いします。相手の初手は、エルレイド。エルレイド。僕に何をしてくるのかい。
太鼓カッターとか。四隅のトンボがいる。トライドンを起こさせるわけにはいかない。ここはうねる水面で良い。スネミナ。はい、かつてストーン。はい、おお、いいダメージ入るな。これが切れ味か。クチェでは落ちないような晴れかだもんな。となると、チカバチカ流星雨。わかんないよな。オッケーオッケー、承知しました。こいつ強い。カーフコライでとりあえずもう一回トンボ返りしていこうか。で、バカミでターン数を稼ぐと。参ります。トンボ返り。ベリーレイドね、いいポケモンだよね。やってみたい。ああ、サバカミ選手出頭です。ホーリー。さようでございますか。無駄なわけだから。ゲーム安定説ある。守る。これで次君テラス切るしかなくなったよ。リーガーがロッケイ。リーガーで関係ない。じゃあパワージェム連打していきましょう。これは落ちたでしょ。いや、こっち HD か。使えません。オッケー。ブラックで角が上がるときついけど、オッケー。角棒が上がる分には問題ない。ここ守れたんでしょ。ここは守れた。なのに守る。あれ、勝てない。 HD 特化だな、おそらく。素早さがグーンと上がる。いや、さすがに、でも上から打たれる、打ったってきつい技ってないんだよね、基本的には。パワージェム。これ一発で落ちない。シーバーが来ない。これね。えい。素直が一番。これ、でも。危なかったな。足でーぬ。足でーぬには打ち合い損しちゃいますが、左に引けないのでパワージェム。いいダメージ。こいつ舐めとんだ。やられたい放題やられない。うん？あー、なるほどね。うまっ。もう一回上から歌うで決めた。あ、それでも間に合わない。あ、もう一つね。待っていく。変装積みまくるってこと？いや、でも殴り続けよう。上で眠ってる。あー、それはまずいね。しかも引けないね。パワージェム。引けない。最大打点は？ハルプレードなんやろ。起きろ。お前なんで最長眠りやねん。
半減を超えていけ。ちょっとしんどくなったか。これは多分ドリンキス一発打ってくるだろう。タウ打ってくる可能性がある。タウ当たったら負け。これはしょうがない。で、フレアドライブ、あれ、ホノテラ、フレアドライブ。以上の刃物は持ち合わせていないのか。まあ、切るわな。どこに切るか問題。炎じゃないことを祈る。切ってくるか、炎じゃないと思う。炎なんですか。どうですか。条件は変わってないね。半減状態で確定2発。あるよ。よし、オッケー。まあ、水技打てねえわな。晴れてるしな。はい、じゃあコライドンで締めてウィンでございます。いけ、炎の王者、古代より舞い戻りし、ゴード流ホライドン、フェアドライブ。おお、グッドゲーム。リサ、対戦ありがとうございました。今回はコライドンパーティー、コライドン軸のハレッパ、まあメインはハレッパだね、を使ってみました。まあ、2戦ともね、古来水面羽ばたく神をやっていったのですが、正直この3体で出せる相手だった場合は無双できるんじゃないかなと思っております。やってみた使用感もとっても良かった。やっぱりね、コライドンのハレスカーフフレアドライブめちゃくちゃ強いわ。これ羽ばたく神メガネコライドンハチマキとかでもいいかもしれない。ただそうすると、まあ、上取られる羽ばたく神とか、あとは包みか、鉄の包み。包みは基本的にフリドラを打ってくるか、ドロップを打ってくるかでフリドラのはずだから、そんなに問題はない。で、考えると、あと同じ135族か。ミライドンとの同族をやんなきゃいけなかったりとかって、こだわり、お互いに、こっちだけこだわって、相手はテラス、切り放題で、なおかつこっちはこだわってるから技を切り替えられないって考えると、こだわるんだったら先手取れるスカーフかなって思っております。今のところはちょっとね、5月になってみたらコロコロ意見変わるかもしれないけど、現状はスカーフコライドン一強にはなれないけれども両3強には入ってくると思います、間違いなく。正直ね、バドレ、黒バドがどれくらいやれるのか。黒バド対策の、まあ、今の環境にいるポケモンで言うと、パオが黒バドにめちゃくちゃ強い。不意打ちとか、単純にフイフイでもいいし、この辺かの技を持たせても強いだろうし、あとなんだっけ、ソーブレイズか。晴れで強くなる、影打ち持ちポケモン。って考えると、ソーブレーズなかなか強いんじゃないかなって思っております。だから、ここにソーブレーズ入れてみるのはありかもしれない。は、何か気にしておくことは。イオーガザシアンだか、オーガザシアンどんなもんかところだけど、正直スカーフコライドンなのであれば、相手がスカーフだったとしても、こちらが上を取れるので、一旦トンボ返りでガポンに引くみたいなことができるから、正直オーガはそんなにきつくない。ザシアンに関してもスカーフを持っているので、相手が、なんだ、刀の剣を先に発動、刀の剣を発動した時点でこちらの方が早いのか、相手が持ち物を見せてこなかった場合のみ、スカーフの可能性があるから、その場合はテラスを切っちゃえばおおよそ問題がない。うん、岩テラバとかはないと思うよ、ザシアンは。にゃ、他に強そうだっけ、ね、
うん、まあ、水面のところね、うねる水面すごい使ってて強いんだけども、悪事微妙かもしれない。流星群でがっつり削れてタスキ残ったみたいな展開の時は強いかもしれないから、とりあえずしばらくはこのままで使うけど、晴れ悪事今のとこ三角って感じかな。で、海流ヒードラはまだ出して使って何戦かやって出していないので分かりません。とりあえずね、こんな感じでレギュレーション G 迎えていきたいと思います。で、明日からも、まあ明日からもというか今後も、5月までいろんなパーティーを試していこうと思うので、よかったら、チャンネル登録して次の動画も楽しみにしてもらえると嬉しいです。それでは本日はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしく。それでは See you!